皆さんこんにちは。極道の妻たちシリーズに出演していたことで有名な女優の岩下志麻さん。岩下志麻さんは1941年1月3日生まれ、東京府京市京橋区銀座の出身です。現在の銀座で生まれた岩下志麻さんは、父親が俳優の野々村清さん、母親が元新劇女優の山岸美代子さんです。そんな岩下志麻さんは学生時代はとても優秀な成績で、高校生の頃は学年1位だったそうです。そして17歳の時には精神科医への道を志しますが、体調不良により断念します。そこで17歳だった1958年に NHK ドラマバス通り裏に戸明幸代の友人役として出演し、女優デビューしました。そして1960年には乾いた湖で映画デビューを果たし、以降松竹には16年間在籍し、看板女優として50本以上の作品の出演するようになります。1977年には離れ御瀬おりんでおりん役を演じきり、報知映画賞主演女優賞を受賞するなどし、昭和の名女優へと成長するのです。岩下志麻さんの代表作といえば、あんたら覚悟しいやで有名な極道の妻たちシリーズで、この作品は1986年から1998年まで12年間も続いた大作となりました。昭和の大物女優として活躍してきた岩下志麻さんは、2004年には紫綬褒章を受賞、そして2012年には旭日小綬章を受章しています。役柄では極道の妻など気が強く激しいキャラクターを演じることが多い岩下志麻さんですが、実際は賭け図のおしまとあだ名をつけられるほどおしとやかでのんびりしたタイプだそうです。そんな岩下志麻さんはご結婚され、現在はお孫さんもいらっしゃるそうです。1966年3月3日映画監督の篠田正弘さんと結婚した岩下志麻さんは、京都の大徳寺で仏前結婚式を挙げています。そして結婚から50年以上経った今もラブラブだという岩下志麻さんと篠田正弘さんは、2008年には理想の夫婦として受賞されています。2018年2月9日放送の徹子の部屋に出演した岩下志麻さんは、極道の妻たちに関するエピソードを語っており、本物に何度も挨拶されたというエピソードを披露しました。新幹線でも随分挨拶されました。本物さんに知ってる方かなと思うと、隣に私と同じような着物の着方をして、同じヘアスタイルでピアスしたりしていて、愛人だか奥さんだか知りませんけど姉さんって立って再敬礼してくださって、私も丁寧にご挨拶しましたけどと明かしています。そんな岩下志麻さんの姿をテレビで見た視聴者からは、綺麗など絶賛の嵐でした。そして現在82歳ということに驚く方もたくさんいることでしょう。徹子の部屋では元気な姿を見せてくれた岩下志麻さんですが、現在の岩下志麻さんについて調べてみると、肺がんというワードが出てきます。しかし岩下志麻さんが肺がんだという情報は一切出てこないため、デマのようです。肺がんという病名の出どころも不明です。野際陽子さんと混同したのでしょうか、あるいは極道の妻たちでタバコを加える姿があまりに似合っていたためヘビースモーカーと思われたのでしょうか。同作に出演するにあたり、岩下志麻さんは練習してタバコを吸えるようになったとのことです。そんな岩下志麻さんの病気といえば、2015年に10年ぶりに痛みが襲ってきた胆石で緊急入院したことが挙げられるでしょう。入院したことにより、当時出演していた NHK BS プレミアム鴨川食堂の会見を欠席しています。所属事務所と NHK によると、持病の胆石による激しい痛みが10年ぶりに急に襲ってきたため、すぐに入院したと発表されました。最悪の場合、番組収録に影響も受ける胆嚢炎も心配されましたが、この日午前医師から胆嚢炎の恐れはない、胆石による痛みで2から3日すれば退院できると診断されたといいます。点滴を受け、週明けにも退院できる見込みだとのアナウンスがなされました。 NHK 側には前夜入院の連絡があったといいます。篠田正弘さんと岩下志麻さんには娘さんが1人います。1973年生まれで、すでに50代になっています。一般人ですので画像や名前等は一切公開されていないのですが、中学校から慶応義塾中等部に通っており、卒
そのままエスカレーター方式で慶応義塾大学まで進学し、卒業後は広告代理店最大手の電通に勤務していたエリートです。慶応義塾高等学校時代には首席で卒業するほど頭脳が明晰で、巷では慶応義塾大学医学部に進学したのではないかとの噂も出回っていたほどです。実際には医学部ではなく経済学部で4年間経済学や実学を学び、卒業と同時に電通に就職し、しばらくは社会人として広告業界で活躍していました。その後26歳の時に一般人と結婚、2人の男の子を出産し、現在はそのお子さんは大学生と高校生になっています。コロナ禍でなかなか思うように孫たちと会うことができなかった岩下志麻さんですが、最近では少しずつコロナ前と同じ状況に戻りつつあるようです。17歳でデビューした岩下志麻さんは今年2023年で芸能生活65周年を迎えました。そんな岩下志麻さんは2018年60周年を記念し、美しく苦しく岩下志麻の女優道という本を出版しています。女優生活60周年を迎えた岩下志麻さんはサイン会でよくやってこられたなと思いますと話しています。出産後、私は女優をやっていていいのかと迷うこともあったという岩下志麻さんですが、そんな岩下志麻さんを支えてくれたのは夫篠田正弘さんだったそうです。母であり妻であり女優である岩下志麻さんを支えたのは夫篠田正弘さんだと言います。夫篠田正弘さんの方針として、家庭は休息の場でなくてはいけない、たくさん休息して現場には元気で行ってほしいという考えがあると言います。このような夫篠田正弘さんの気遣いがあったために、岩下志麻さんは仕事に没頭できたと明かしています。さらに岩下志麻さんが自信喪失のあまり女優を辞めようかと悩んでいた時も、夫篠田正弘さんはお前は女優をやっている時が一番輝いていると声をかけてくれたそうです。そんな60周年を迎えた岩下志麻さんはサイン会で今後の夢についても語っています。あと1本燃え尽きる映画をやりたい。グロリア・スワンソンの主演で女優の慣れの果てを描いたサンセット大通りのような作品をやりたいとしています。そんな中、2017年11月にはトークショーに出演し、久しぶりに公の場に姿を現した篠田正弘さんですが、2019年5月体調を崩し自宅療養中であることが週刊誌により報じられました。記事によると、篠田正弘さんは2019年初め頃に体調を崩したそうで、深刻な病気というわけではないようですが、年齢的なことも考えて自宅療養しているそうです。妻の岩下志麻さんはそんな夫をサポートするためしばらく女優業をセーブしているとのことでした。岩下志麻さんは2003年に篠田正弘さんがスパイ・ゾルゲを最後に映画監督の引退を宣言して以降、徐々に活動を縮小しており、2016年テレビドラマ鴨川食堂の出演を最後に表舞台から姿を消しています。そこで週刊誌の記者が2019年5月下旬、篠田正弘さん、岩下志麻さん夫妻が現在どのような生活を送っているのか取材するため、2人が暮らす都内の豪邸を訪れたところ、改修工事の真っ只中だったそうです。高齢のご主人のことも考えてバリアフリーの観点からリフォームを始めたようです。また夫妻の某知人によると、これまで一切の家事を住み込みのハウスキーパーに任せ女優業に専念していた岩下志麻さんが結婚53年目にして初めて家事をしているのだと言います。もちろんお手伝いさんにサポートしてもらいながらだそうですが、岩下志麻さんは篠田正弘さんの健康を気遣ったり、毎日の献立を考えたり、買い物や掃除をしたりと毎日主婦業をこなしているのだそうです。そして自宅のリフォームも岩下志麻さんのアイディアで、少しでも夫が暮らしやすいようにと知恵を絞ることが楽しみの一つになっているようで、体調が優れない篠田正弘さんのそばにいてあげたい気持ちから、今後は夫婦二人の時間を大切にしていきたいと思っているのではとのことでした。いかがだったでしょうか。今回は岩下志麻さんの私生活を中心に深掘りしてきました。現在旦那さんの少しの介護をしながらのんびりと2人の時間を過ごしているようです。
岩下志麻さんは2003年の週刊誌のインタビューで、飛行機での移動は夫婦別々だったんです、だから離婚寸前とか言われたりしたんだけど、それは二人が一緒に事故に遭ったら子供の面倒を見る人がいなくなってしまうという心配からだったんです。最近ようやく一緒に飛行機に乗れるようになりました。これからやっと女優としてではなく妻としても彼と向かい合える時間が増えると思います、と述べており、俳優業を縮小しているのはこれまで俳優を続けさせてくれたご主人と一緒にいたいとの感謝の思いからだったようです。今後どのような形でも岩下志麻さんの活躍を目にする日が来ることを楽しみに待ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。